私は憲法改正について非常に疑問を呈しているわけです。その大きな理由は2つありまして、1つがですね、憲法の前文を見ると平和を愛する諸国民に信頼して軍隊を持たないよと書いてあるわけで、平和を愛さない諸国民、例えば中国とか北朝鮮というところに対しては私たちは軍備を持っていいんじゃないかっていう、そういう私の解釈が一つある。もちろん自衛隊というものがもう60年間も国民に認められてきたという現実も理解しなければいけないという意味で、憲法改正に少し後ろ向きなんですね。それからもう一つはですね、私は現在の日本のメディア、それから日本の専門家、それから国民の議論のレベルがですね、憲法のように非常に長い間国民の基本的な権利とか、そういうものを縛るものがですね、正当に議論されるような措置にはないというふうに思ってるんですね。例えば集団的自衛権の問題にしてもですね、自衛隊の問題、それから国連に加盟しているということの事実、そういったものとのですね、論理的な整合性っていう議論がほとんどなされていないわけですね。集団的自衛権が出てきたら憲法学者というのがこれは憲法違反だと言ってましたけども、それだったら国連加盟に反対しなきゃいけないし、自衛隊の海外派遣はもう前からやってるわけですから、それにも憲法違反だと言わなきゃいけない。少なくとも自衛隊についてはですね、憲法違反訴訟があってもしかるべきで、法律家たる者がですね、憲法違反の状態を長く続けていてそれに対して訴訟も起こさないっていうんであれば、司法制度全体に対してそれが意味がないと言ってるようなもんですから、憲法学者自身が自己矛盾を起こしてるってことになるわけですね。そういうことで私、憲法改正に後ろ向きなんですが、この加計学園の問題についてもですね、非常に論理性がないと思うんですね。まず加計学園の問題の一番大きなところがはですね、文部省が大学の設置を規制しようとしたわけですね。具体的には獣医学会の要請を受けて過去52年間新しい獣医の学部とか学科を作ってこなかったという。で、今度それを作ろうとしたらまた猛烈な勢いで文科省が抵抗したっていうことですね。この抵抗、なんで規制しようとするかって言ってると、文部省自身が獣医学部を作るべきではないという、日本国にとって作るべきではないということを十分に論証してるわけじゃないんです。実は獣医学部を作るべきかどうかという時に文科省は何にも文章を出さなかったんですね。出すべき文章ですね。だから天下り先を確保するために文科省は規制しているというふうにもう結論できるわけですね。事実文科省の規制のために各大学は上の方では副学長なんかに呼んだり、下の方では教授として呼ぶんですね、文科省の役人を。ところがもう講義もできない教授というのはどんどん増えているわけですね。それは子どもたちのためにも日本の将来のためにも何にもならないわけです。ですから文科省の今度のいろんな動きはですね、矛盾だらけというのがそういうことですね。これが第一あるわけです。でもしも憲法改正をするぐらいの力が日本社会にあればですね、この加計学園の問題が出た時に大いに大学の規制というのが必要なのかどうか、アメリカもなければヨーロッパもほとんどない、そういう状態で先進国で設置認可とかそれから大学教育の認可をしているのは文部省だけだと、日本の。そのことについても議論はほとんど行われないわけですね。おそらくメディアとか専門家が天下りを支持しているというふうに考えられます。それからもう一つの問題はですね、文部省が政府の言うことを聞かなかった、聞いてはいけないというようなことを新聞の論調とかテレビの論調はですね、つまりこの頃だったら忖度というらしいんですが、つまり安倍さんの意思、安倍首相の意思を考慮しちゃいけないんだって言うんですよ。それは官僚のやるべきことを曲げるって言うんですね。いや、官僚っていうのはですね、政府が上司なんですよ。特にあれが上司なんですね、官邸が上司なんですよ。だから官邸とか閣議、そういうことをですね、大臣とかですね、閣議ってのは大臣の集まりですが、それはどうしてかっていうと、日本の政治制度から言ってですね、国民が選挙をして、選挙を通じて多数を取った政党が内閣を組み、その内閣から大臣を出し、その大臣の意向に従うのが官僚なんですよ。これがあるからですね、政権が変わっても官僚の次官とか局長が変わらないわけですね。もう一つはアメリカタイプで、大統領選挙が非常に大きくて、
そして、大統領が変わると大統領の側近が、まあ、1000名とか2000名とか、官僚の中に入っていくと、まあ、こういうのとやり方は2つあるんですけれども、まあ、日本型のやり方ですと官僚の地位は守るけども意向は政府の意向を聞いてくださいよっていうのに、なんかあの官邸の意向だというメールが問題なんだと、官邸は意向を出してはいけない、もしくはその事務次官とかですね、局長はですね、官邸の意向を組んじゃいけないって言うんですよ。いやそれは組まないとまずいわけですね。まあこのことは一つあります。これが第2の問題ですね。これもですね、まあ、議論されない、こんなことも議論されないようではですね、私はですねもう何度も出ますが憲法改正なんかできないじゃないかと思うんですね。もうちょっと小さな問題では、例えば加計学園を経営しようとしている人が安倍さんのお友達であるという話があるわけですね、まあ、知り合いであると、まあ、なんか、写真が一緒に撮った写真が1枚出てきたとかですね、それから安倍首相がかつて今から30年前に加計学園の顧問かなんか監査学会なんかやって、まあ、15万か14万円の報酬を受け取ってると、これはけしからんと。いやね、そんなこと、それは公と私の問題ではないんですよ。つまりですね、首相は大体まあ平均して60歳ぐらいの人が首相になるわけですね。でそれまで非常に活躍してる人が首相になるわけです。ですからそれまでの例えば40年間の社会生活で、まあ、いろんなとこと関係し、いろんな人と友人になり、またまあひどく1億円とかそういうお金をもらってるところだったら別ですが、まあ、数百万円ぐらいの金はですね、あちこちからもらいながらしか生活ができないですよね。したら自分が首相になって、いよいよ今まで自分が重要だと思ってたことに、まあ、政策を進めようかと思ったらですね、全部友人で引っかかるとか、かつてお金をもらったからって引っかかるとかいうようなことを言ってたら話にならないわけですね。安倍首相が30年前に14万円もらったということを大きく報道しているわけですが、これもですねあまりにもおかしいと思いますね。まあ、その他、まあ、怪しげなメールが出てきたりですね、それから告発した事務次官がもともと天下り禁止法に違反して処分された人なんですよね。だから天下りはもう正しいと思ってるんですよ、信念で。天下り正しいことがありますよ。私なんかも天下りに代わる制度が必要だとこう言ってるわけですからね。だけどもそれは俺は天下りが必要だと思うと、それに反するのは何事かと言うんだったらいいけど、嘘ばっかついてるわけですよ。例えば、その何ですか、出会い系バー、あの出会い系バーでなんか貧困女子 の調査をしたっていうけどですね、全然そういうとこじゃないんですよ。ガラス張りのところに案内されて入場料を払い、自分の好きな女の子を指定して、そしてそのことをまあ普通だったらセックスすると、まあ、そういう場所ですからね。まあ、文科省は今までそういう場所をものすごく嫌ってて、各学校にそういう場所の近くに小学校を作ったりするなというようなことを指導してきたわけですね。それからやっぱりこれは職業から言ってですね、蕎麦屋に行って蕎麦を食わずに蕎麦屋の親父の身辺調査をするというのはやっぱり失礼ですよ。それはね、相手がね出会い系バーの女性でもやっぱり失礼ですよ。私はそう思いますね。だから、貧困女子の調査するんで、どうしても自分が、自ら時間がですね貧困女子の、調査をしようとするならですね、一回行って、その女の子なら女の子を指定して、でその女の子に実は私はセックスする気にできたんじゃなくて貧困女子の調査をしに来たんだけど、この場ではちょっとまずいからまた連絡するから、その時にはどっかの喫茶店で話を聞かせてくれと、そういうのが筋合いですよ。で向こうが嫌だって言うかもしれませんね。蕎麦屋に行って蕎麦屋の親父にあなたの人生の話聞きたいって言ったら、蕎麦屋の親父が応じるかどうか分かりませんからね。そういう嘘を言う人、そしてまあ自分の人生のそのなんか座右の銘がなんか面従腹背だって言うんでしょ。表面上は服しているように見えて腹の中では反抗してる、そんなね人がね、その官僚でいたら困りますよ。だけど私はですね、この加計学園の問題は最も大きな文部省の規制の問題が隠れてしまった、それから官僚が政府の意思を聞いてはいけないという社会世論がある、それから公とか私とか子とかいうのをどういうふうに考えるのかということも極めて曖昧である。まあ、このような事件が起こってこのような方向に議論が行ったりですね、メディアが動くようでは私は到底憲法改正なんかはできないと、まあ、また再びそう思ったわけであります。